ウィリアム・ラドフォードはアメリカ海軍の軍人、海軍少将。ラドフォードはバージニア州、フィンキャッスルに生まれる。1825年にアメリカ海軍に入隊した。彼は、米西戦争において、ウォーレンを指揮し、マサトランでメキシコ軍艦、マーレク・アドヘルを捕獲した。また、太平洋岸での他の作戦にも参加した。南北戦争中には、 カンバーランドを指揮したが、カンバーランドは連合国海軍の総甲艦バージニアの攻撃を受け沈没した。ラドフォードは続いて、1864年12月から65年1月にかけて行われた連合国海軍のフォートフィッシャーに対する攻撃では、ニューアイアンサイズを指揮した。ラドフォードは1866年に海軍少将に昇進し、 1869年から70年にかけてヨーロッパ戦隊を指揮した。ラドフォード少将は1890年にワシントン DC で死去した。その栄誉を称たたえ2隻の駆逐艦がラドフォードと命名された。ありがとうございます。